長谷コーポレーションさんから手紙が来てます。株主総会招集通知ということですね。ちょっと見ていきましょう。これ、長谷コーは株を買って、まだ1年経ってない、初めてということですね。100株です。で、初めての、総会ということですね。はい。どうだろう。はい。で、議案は3号議案まであるということですね。はい。長谷コーさんはね、本当に株価を上げてくれているので、とてもいいと思いますね。はい。で、高配当で、確かね、株主優待まであるので、楽しみです。はい。これね、とてもいい銘柄ですね。はい。で、長谷コーさんというと、田町。そう、田町ね。行ったことあるんだ、昔ね。はい。まあ、仕事の関係で。で、日比谷通り。ね。日比谷通りですね。これまっすぐ行くと日比谷公園で皇居に抜けます。はい、日比谷通りは。で、第一京浜国道がもう、まあ、銀座に本橋行っちゃうんですね。はい。で、そう、ここの交差点ね。NT、NEC の斜め前ぐらいにあります。はい。長谷コーポレーション、まあたくさんね、子会社を持っててね、マンション専門のゼネコンになります。はい。で、作り上げたマンションね、管理会社をしてもらったり、そのリニューアルの専門会社も持ってます。はい。で、ご挨拶ということで、1号議案が余剰金処分案、2号議案が取締役14名、14名もいるのね。で、監査役は1名だけの選任ということですね。役員が異常に多いですね。はい。まず余剰金処分案、株主配当を知りたいですね。決算、前期比較でやってますね。売上上がってますね。はい。で、売り1とか当たり純資産も伸びている。ね。はい。もうすべてこの辺は好調ですね。はい。マンションね、作ってね、長谷コーっていうのは、分譲していきますので、工事を常にね、回転させなきゃいけないというね、欠点があります、正直言ってね。はい。こういう新築のね、会社っていうのは。で、土地を仕入れて、資金を集めて、で、マンションを売却するという、繰り返すんですね。はい。ですからね、で、また、マンションが売れないと、これまた痛い。はい。で、景気悪くて、なかなかマンション売れなくなってくると、土地を仕入れたりしても、借金だけが、金利だけついてしまうので、これもね、あれなんですよね。で、社員も遊んでしまう。で、遊んでる社員に給料払わなきゃいけないということで、常に回転させなきゃいけない。で、景気に連動した、ですね、業態でもあります。はい。で、余剰金、処分は配当金ですね。1株当たり40円。これ、配当金、期末配当についてはということですね。40円。中間配当が40円なんで、1年間当たり80円。8000円もらえるということですね。はい。ですからね、16万ぐらいのかな。はい。だから5%ぐらいの配当があります。はい。では、役員。わ、すごいね、数。14人いますね。はい。社長は辻さんという方で、取締役会長。で、社長が池上さん。まあ、名字が違うんだよね。会長は多分創業系だと思いますね。で、あと、社長は、まあ、雇われ社長って感じなのかな、わかんないけどね。はい。という体制ですね。はい。株主総、役員会は全員が、ほぼ100%、下の方ですね。再任の社外取締役は、まあ、100%出てないんですね。はい。では、会長さん。で、1975年に、入社。だから2代目なのかな？という感じですね。で、株は8万7000株持ってるということですね。おー、なるほど。はい。で、生え抜きでやって、取締役になるのに、およそ24年でなってる。まあ、当時だからね。そういうことかもしれないですね。はい。続いて、社長。社長は80年入社ですね。で、役員になるのに、28年で役員になっているということですね。はい。で、持ち株は社長の半分以下ですね。3万4000株。池上和夫さん。
設計をやっていた池上さんだ。一級建築士だったりとか、設計部門の事業部長とかですね。はい。っていう感じですね。逆に社長は、ですね、第一事業部長というかね、工事の方ですね。工事なんですね。次に、方、入社して、営業部門担当ですね。はい、営業部門担当で、副社長ですね。営業マンということですね。営業といってもこれだけ長谷工さんだから、一級建築士はそういう方がやるんでしょうね。で、ですね。役員がこうなったので、32年で役員ですね。はい。次の方。川村俊之さん。こちらは、持ち株数が、まあ、3万株近いですね。みんな多く持つんですね。はい。で、役員になるのに、31年。だいたい30年ですね。施工統括部という部があるんですね。はい。工事をずっとやってきたというところですね。まあ、なんとか設計がごく一部で、大半が現場ということですね。次の方、の方も持ち数が3万5千株。で、82年入社で、執行役員まで、ちょうど30年という感じですね。はい。こちらは財務関係だ。だから、エンジニアじゃないのかな。次に、こちらの方。入社して西日本、建設部門ってことですね。の工事の責任者。関西地域ですね。長谷工さんはね、関西すごい強いんですよね。こちらの方が努力されてなったのかどうかあれですけど。次の方。こちら、熊野さんですね。持ち株数が3万5千株。で、入社して、28年で役員入り。ということで、経営管理部ですから、とは人事部ですから、これは別にエンジニア、理系じゃないですね。で、次の方。同じく、みんな生え抜きで、やってるんですね。はい。で、こちらの方は営業部門。営業部門多いんだな。本当にね、常務以上の重役という仕事、まあ、常務から上は大体、どの会社でも重役と呼びますけど、こちらの会社はやっぱり本当にこう技術部門じゃないとなれない感じですね。はい。営業の方は、それ重役にはついてないですね。あ、女性だ。はい。入社して、生え抜きでやって、総合研究所とですね。だからまあ、女性だからね、現場に配属ならないし、設計というですね、まあね、責任があるところもつけないということですね。はい。で、研究所でなんか研究してたんですよね。高齢者の住み替えシステムみたいな考えてたんですね。はい。で、次にですね、三菱商事、社外から、これ、私、三菱から来てるんですね。はい。これは、社外はね、で、弁護士さん、それから、NTT から来てるんですね。対象です。で、三井物産から来てる方。それを最後に、建設省からやってくると。建設省の天下りを受け入れてる感じですね。はい。という感じで。で、三合議案は監査役ですね。みずほ銀行。から来てるという感じです。はい。じゃあ、まあ、長谷工さんはね、いいんじゃないかな。ね、業績もバッチリだし、配当もちゃんとね、高配当を維持してくれてるんで、優待もつけてくれるんで、ここはね、全員賛成でいきます。以上です。